吉野さん、現金のパワーはなかなかありますね。うん。あの、田んぼで1億円っていいじゃないですか。1億円ね、なんかね、なんかひろとくんみたいに家に1億円置いとく度胸はないんですよ。まあけど、なんかね、現金置いとくのもなんか、すごいいいなっていうところありますね。うん。なんかそのね、現金がなんかこう、 引き寄せるるパワーっていいううのも実際あんんじゃないかなかと思うんですよ、うん、多くの方がお金で救われてお金で苦しんでるわけですから人間の生命活動はイコールお金の活動と言ってもいいぐらいですよねこれはねどんだけ否定してもじゃあお金に関わらずに生きていけますかとあなたがお金に関わりたくなくてもお金はあなたに関わってきますよっていうことなんですよこれは政治に対しても言えますけども政治に関心がない人にも 政治は関心を寄せててくるってことなんですよ、ね、まあ私たちはどう考えていても現実は動いていって時間は動いていって世の中は動いているってことなんでここは流れに身を任せる部分と流れに逆らってでも泳ぎ切らないといけないところと使い分けていかないといけないかなと思いますよね。まあそれにしてもひろとくんねこっからちょっとタイトルの通りにお話ししていきますけども実はねひろとくんの動画を見て 私もね、あのいろいろと気づくところがあってメッセージを送ったりしたこともあるんですよ。そうするとまあ返信も来ましてね。でまあ私もまあそこそこの活動していた時だったんですけども、えー、ひろと君がね100万円を置いとくだけで200万円になりましたみたいな動画を上げたことがあってで興味がある方メッセージをっていうんでね、私ね興味があるんでメッセージしましたっていうふうに話したんですよ。100万円ぐらいでしたら全然なくなってもいいし出せない金額じゃないんで。 どうかなと思ったんですけどもそれがねなんかそのイギリスのーオービススピード違反のメーターがあるじゃないですかあれに投資するみたいなビジネスででイギリスの,なんかその認定証も出てるよということだったんで投資をしたらしいんですよそしたらまあ200万に増えてそれを動画で紹介したってことなんですけどもまさにその時にサムネイルで現金がボーンと映ってたんですよねだからアクセス高かったですよそれも。 で実際にそれがどうなったかっていうとまあ詐欺だったわけですよイギリス政府が公認したわけでも何でもなくってイギリス政府が公認したとされる文書も単なる法人の設立登記簿だったんですよ英語で書いてあるんでなんかわけがわかんなかったんですけども要するにそういうところにお金をポンポン出す人っていうのはあのそのねこれが証明書ですよって言われたら翻訳もせずにうのみにしてるんですよね通常翻訳するでしょ本当かなみたいな感じでそしたら なんだこれは別にイギリス政府がこのビジネスを認めたわけじゃなくて単なるこのビジネスをやってる人が法人登記した人の時の証明書じゃねえかみたいな感じでねで検索するとレンタルオフィスでその事業が行われてるみたいでとってもあの国家が介入するようなもんじゃないなってことが分かってね詐欺だってことが私は分かったんですけども分からずに他の方はじゃあこのお金も増やしてくださいみたいな感じで集めてみたそうなんですよまあひろと君が事故になったかどうか分かりませんけどね そうすることによって、実は大きな被害者が生まれたということでございますけども、これはね、被害者とは言えないと思います、私は。だって、公開されたサイトとかを調べれば、何これなんか全然関係ない書類じゃん、みたいなことがわかるんで、つまり自分で情報をね、調べもせずに、もう誰かが言ったことをそのまま鵜呑みにして、トライして、うまくいかなくなったら、お前が言ったじゃねえか、みたいな感じでね。いや、お前、聞いてどう思ったのって話じゃないですか。億万長者合宿に参加したら、本当に億万稼げるんですかって言ったら、 いや私に言わせれば稼げますよ。うん。それは稼ぐ報酬はしますよ。でも、やる報酬はあなたしますかってことですよね。やらないでしょ参加して終わりでしょ。いや、さすがに、億万長者合宿に1泊2日参加してね、それで1億円稼げるんだったら、じゃあ自分が、俺が稼ぎますよって話ですよ。1泊2日で1億円なんてないじゃないですか。いや、それを、いや、鵜呑みにしたんですかってことですよね。1泊2日で1億円稼げるってあなた信じちゃったんですか。いやそういうことだったら、もうビジネスの世界に入んな方がいいですよ。だってね、 私も不動産の契約を結構しましたけども、印鑑を押すだけで1億円じゃないんですよ。あれは、キャッチコピーとしては。ね、契約書をバーッと書いてねで、印鑑を押した瞬間に契約成立で、はい、1億円ですみたいなんですよ。でも、その1億円にたどり着くまでに、半年間、交渉と下調べ、そして書類を何回も書き換えてとか、法律的にいろいろ調べてとか、顧問の先生を呼んで、公正証書を出してとかね、コストと時間をむちゃくちゃかけてるわけですよ。 それをザーッとやって1億円にたどり着くわけですよ。しかもその1億円が最後に印鑑を押す段になってね、やっぱり契約は見直させてもらいますって言ったらおじゃんになるわけですよ。うん。だから、最後の印鑑を押す瞬間まで、黒と出るか白と出るかわかんないわけですよね。最後は本当ギャンブルなんですよ。なのにね、なんか億万長者歌手に参加しただけで1億円稼げるみたいなことを、なんか平気で言ってくる人のそのセンス、一生稼げませんと言わざるを得ないかなと思います。稼ぐつもりで来てもね、稼げないわけですから、 そうなってくると、並々ならぬ決意で、全てのものに当たっていかなければ、誰もお金は払ってくれませんよってことなんですよ。で、おこまんじょうじゃ合宿に参加した皆さんは参加費を払いました。主催した人は、並々ならぬ決意で、プロモーションしたんでお金が入っていくってことですよね。ちなみに私は、ノーギャラでございます。でも、ちゃんと儲けました。いってらっしゃい。